今回はこちらのパロルニのトートバッグを紹介したいと思います。こちらはですね、色がブラウンとなっております。サイズ感がですね、結構大きいので、旅行だったり出張だったり、そういった時にも、使うことができる、そんなバッグになっています。素材がですね、ラブレザーで、イントレチャートという編み込みの技法で作られている、そんなバッグになっています。手持ちはこんな感じですね。手持ちはもちろんなんですけれども、肩からもですねかけられるので、結構使うのには便利だと思います。バッグの内側はですねこんな感じになっていて、まずですね、こちらの専用のですね取り外し可能な、ミニポーチですね。こちらがジップ付きですので、こちらに、貴重品なんかを入れて、持ち運ぶことができます。あとはですね、この開閉部分にはマグネットが、付いてますので、結構安全面も考慮されて作られています。底にもですね、底板がしっかり貼られてますので、結構安定して、使えるようになってますので、非常に便利なバッグになっています。こちらのバッグはですね、色がグレーとなっております。